なにわ男子、道枝駿佑が、年下男子の魅力全開英文情報雑誌、II、表紙。7人グループなにわ男子の道枝駿佑が、10月20日発売英文情報雑誌、II、II、11月号、ザショット、表紙に登場する。テーマは、年下、ミッチー参上、ハート。TBS 系10月期火曜ドラマ、マイセカンドアオハル、で、謎の大学生として、年下男子を演じる道枝に世界の年上がキュンとするような魅力がビジュアル&インタビューに詰め込まれている。この他にも高橋恭平、なにわ男子のインタビューなど掲載され、世界中の人々が英文で日本の最新芸能情報を知ることができる。同誌は日本の芸能、文化を英語で紹介した唯一の英文娯楽誌、主要記事には日本語大訳付き。英語を勉強する国内の学生から一般社会人、日本滞在の外国の方、日本に関心のある外国の方、また海外ではハワイを中心にロス、サンフランシスコ、フレズノ、サクラメントなどに居住する日系人並びに日本に関心のある外国人などから、ジャパニーズエンターテインメント×英語のハイブリッド誌として長く愛されている。